ウィンブルドン選手権11日ロンドン郊外オールイングランドクラブ男子シングルス準々決勝えー世界28位の西コリ二2 8位新食品が1933年昭和8年の佐藤二郎以来日本男子85年ぶりの4級入を逃した過去2勝13敗と苦手にしている元世界王者で同21位のノバク・ジョコビッチセルビアに3対66対32対62対6で敗れた それでも自身初のベスト8に進み、4大,大会全てで8球以上を記録した初の日本男子になった。西コレは一時帰国し、夏のハードコートシーズンに備える。次戦は30日開幕のシティーオープン、アメリカ・ワシントン・ DC の予定。お互いに最高のラリー戦を序盤から展開した。ドロップショットの応酬でジョコビッチが点を奪えば、西コレはまた抜きショットからバックのパスの動き、超マインドセンターの観客を総立ちにさせた。 レベルの高いラリー戦だが、第1セットはジョコビッチが奪った。ということで、ここから中尾入籍がついてきます。よろしくお願いします。はい。第2セット、西国はネットに活動を求めた。ジョコビッチのバックに球を出し、ネットに詰める作戦が功を奏した。汗や相手のミスを誘い、ジョコビッチは途中でラケットを投げる場面も見られた。ウィンブルドンで8強に入るのに10年かかった。同様に4代大会で、いつもジョコビッチは高い壁だった。 いつもそこにはジョコビッチがいた。14年全米準優勝したときに、準決勝で対戦したのがジョコビッチだ。そのときには勝ったが、その後12年敗を喫した。フェデラー、ナダル、マリーを含め、ティスカイではビッグ・オーという。その中でジョコビッチだけは勝ち方を見つけられないと、ニセコにはこぼしたことがある。他の3人には勝ち方は分かっており、それがコート上でできるかどうか。しかし、ジョコビッチだけは、 似たタイムで全体的に自分より上と苦手意識が強かった第3セットもジョコビッチの強烈なサーブと正確なショットに押され2対6と手だった1に巻き返しをあろうとした錦リだったが立て直さなかった左右に正確なショットで振られポイントを奪われる恐しい表情でコリは額の汗を拭った結局第 4, 第4セットも押し切られてしまった4回戦でガルビス過去のアトミアを破った後に 新しい戦い優勝するにはタフな戦いが続くと頂点を見据えて宣言初の四大大会制覇の夢も抱い,いたがまたしても天敵の前に切った吉松忠宏、えー、ワンワン放送予定十1日午後8時五十分から十三日午前一時から共にワンワンライブ10シングルス準決勝か。七本先ここまでは山田五次郎中尾入生が お伝えしました。えー、ありがとうございました。ありがとうございました。きえ。失礼します。き